展示版ダイガーファンディング。お菓子そのものの原価さ、あんまり下げられないよね、きっと。そうなんです。もう逆にどんどん値上がりをしていっている傾向ではあります。で、そういう中で、パッケージをもっと高級感出して、おしゃれにして、さらに原価を落とすということ。をやんなきゃいけないってこと。はいはい、そうなんですが、あの箱に関しましては、もうある程度、その価格が下げれるという見込みはあります。 でですので金額はちょっと P を入れていただきたいんですが、はい、まあどれだけ、えー、高く作ってます価格で僕ちょっとそこでいいですか株式会社カードン会長トモハッピーカードゲーム専門店ハレミアを創業年商は60億円超え伝説のプロゲーマーが次に手掛けるのはマジック・ザ・ギザリングをはじめ全てのカードゲームを取り扱う超総合店カードン ビー系のエヴァンジェリストは志願者のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか僕ちょっとそこででいいですか、はい、<laughs> なんか正直結構今お話にならないなって感じでててあのこれ演出じゃないですまあカメラ回ってるんで何でも演出っても言えるかもしれないけど率直な意見でリベンジ版って、はい、まあ僕実際そうなんですけど2回目時間使う虎もいるんですよね。 なんか今回あまりにもお粗末だなって思うところがあってどこがお粗末だと思います絶対に準備してくるべきものがないんですよねこの資料と今までのお話も折り返しぐらいの時間になってますけど絶対に準備してくるもの、はい、ごめんなさいわからないので教えていただけますでしょうか、はい、なんか、まあ、そのこのタイガーファンディングの収録っていう意味では、はい、まあ、笑顔が ね、保てなかったちょっと見られ方が厳しい感じになっちゃったっていうところに関してはあのすごい良くなってますしでフィナンシェも、まあ、結構しょっ塩味が塩味が塩味が強くてあのインパクトある味ながらも、まあ、好みはあれどもすごい美味しいなって思ったんですよ。なんだけどこの100万円トラからもらうのって、はい、新パッケージの開発に使う融資じゃないですか。はいはい それなのに新パッケージのイメージが一つも載ってないし持ってきてる様子もなくてこれじゃあなんか虎がああだこうだ言えないし何にお金出すのっていう先がイメージできないんですよね。はい、今のパッケージじゃなくて今のパッケージも見れてよかったんですけど見せるべきは新しいパッケージの草案だったんじゃないかなと思って、まあ、これが初めての志願者でも言うかもしれないですけど2回も時間使わされて。 それでなんかそんな当然持ってくるべきものが準備されてないんじゃなんかカメラの前でのね表情とかそういうことしか考えてなくて本当にこれ真剣にやる気あんのかなって僕は思っちゃいました申し訳ありませんでしたなんで一旦ちょっと不合格出させてもらうんですけど、はい、本これから次第でまた考えるので頑張ってください、はい 前回のプランってこのまあえっとフィナーシーレベル入れ物が宝石箱に変わりますよみたいな付加価値があったわけじゃないですか。はいはい、で今回新しくパッケージ変更しますよ、原価安くしますよとおっしゃってるこの箱のまあ可愛い災害の付加価値って何があるんですか。例えばこうネックレスケースになるよとか、はい、そういったものは何かあったんですか。もう一つ当店で出しているあのバターサンドという焼き菓子があるんですけれどもそちらのパッケージも 再度使っていただけるような高級感がある箱になっているので捨てるにはもったいないと思っていただけるようなパッケージにしたいなというふうに思っていますああ質問の意図がちょっとずれててあの今回のこの商品パッケージ変えられるわけですね、はい、それの、えー、と箱自体に何かこう、まあ、付加価値があるのかどうなのか、はい、まあ違う商品に移り替えたじゃないですか、はい、そうじゃなくてこの商品のことを聞きたいんですけど、はい、現時点でではは、えー、そういいったたことは考えていませんでした単純に今の限界でも抑えますよっていう工夫ですよね。はいはい 伊藤さんのお店が、実際ありますよね。はいはい、このお店で売っているのは、今は。この平型キャビアのフィナンシェと、あとバターサンド。はい、他には何か種類あるんですか。テイクアウト商品、はあと琥珀糖といった。の。キラキラしたあの寒天を乾燥させたお菓子、そういったもの。も販売はしています。じゃあ、三種類ですか。はい。それで、えっ、ー、と、今直近の例えば一年だと、売り上げってどのぐらいあるんですか。はい お店やショップで基本カフェなので、はい、カフェの売り上げがカフェがあって、はい、その中でお土産的に売ってる感じなんですかはいでカフェの中で食べる人もいるって感じカフェの中でも召し上がっていただけはします1年間でどのぐらいの売り上げになるんですかそのお菓子だけでネットでも販売してますよねネットでも販売していますネットとその店頭のこの焼き菓子、はい、ということですかねプラスあとは祭児 はいという金額も出てはくるんですけれども、はいはい、年間でいくとええー、500万円ぐらいだと思います。これが今の伊藤さんの本業ですか。いえ本業は宝石店の方です,ですよね。はい宝石店は儲かってるんですか。はい頑張ってます。かなりかなりかなりと言っていいのかわからないんですがの当店はですねあの珍しい宝石店でしての、はい、職人がお店に常駐している宝石店なのでの修理をその場で できたりネックレスのチェーンが切れたあと指輪のサイズ直し通常の宝石店に預けると23週間ハイブランドだと3か月ぐらいかかるんですがもう目の前で10分20分で修理ができるということがまず一つとあとはあのちょっと資料の方の後ろの方にもつけさせていただいてるんですけれどもリフォームといって昔買ったけれども今つけないな身につけないなそういった眠っているジュエリーを新しい形によみがえらせるそういったことがすごくご注文いただいています。 もし宝石店がめちゃめちゃうまくいってたら単価も全然違うし、はい、ここにそれだけあなたが情熱を込めて、はい、これからやっていこうという気持ちになるんだろうかと思っちゃうんですよ。はい、なんでこれやりたいですかこれ、はい、あんま儲かんないですよね今んとこ。はい、確かもともと代々宝石店ですよね。の父が 義理のお父様がやってみえたときにはもう正直あんまうまくいってなかった。全くうまくいってなかった。それはあなたが要は何とかしたんだよね、いったそうです。借金がたくさんあって。はい。で、この借金は返し終わったんですか返し終わりました。はい。で、今、何とかやってるって感はい。利益もそんなに出てない。はい。で、そういう中でもう一回言いますけど、このビジネスを大成功しなきゃいけない理由があるんですかそれとともちょっ副業的に これも売れたらいいなぐらいの感覚がどっちなんですかねいえ大成功させたいですはい。それは宝石店にそんなに未来がない はい、正直その<ー>もちろん職人の年齢ということも考えますと <laughs>、はい、そちらの事業を拡大していくといったところはメインに置けないという実情もあります。はい、ですが当店のお店は広島でそんなに大手の宝石店ではないんですね。じゃあ知っっていいたたただくといったところを考えた時に 別の角度でで何かかジュエリーににままつわることとときないかないいいうふうにずっと考えていましたその時にスイーツであればもっと手軽に手に取っていただける、まあ、そういったところで実際に宝石店10年私が関わっていた時にはメディアの出演というのは1回しかチャンスがなかったんですが宝石スイーツというものに取り組んだことによってもう2 3 0回テレビ,にテレビであったりしてあの。 取材ですねそういったところに出していただいたといった効果はあります宝石店とカフェは併設ですか併設してます隣り合わせな隣り合わせわ、うん、かりましたはい。い今そのメディアにたくさん出演できた経緯がこのまあお菓子始めたことによるきっかけじゃないですか、はい、ただメディアにそんだけ出てるにもかかわらず実際先ほどの売り上が、はいいかもしれないんですけど、はい、そこまでお菓子ってまだ上がってないじゃないですかはい そこの原因ってご自身で追求されてます？何がダメなのかって。はい、追求はしています。あの宝石スイーツ私がいろんなところに出店したときにあまりにもカラフルなので食べ物だと認識していただけないといったことがよく起きているなというのはあります。その琥珀糖というものもパッと見だとちょっと石鹸であったりとかフェイクスイーツに見えたりするといったところがあったのでそこで改善していったものは食べる宝石。 という貼り紙をしたりとか、まあ、そういったところでこれがお菓子なんだというところを認識していただくとスイーツを作っているという意味というところもお伝えしながらこれからもっと、はい、アンナ・アドバイザーズ株式会社代表荒木アンナ。 海外不動産都市黎明期先見の銘を持ちいち早く事業展開を始めたパイオニア東京カンボジアを拠点に国内外でビジネス展開 YouTube での情報発信で取引実績は数十億円を超える新進気鋭アンナ社長タイガーファンディングに新しい未来を立て上げるこれからもっと、はい、販売していくためにはどんんなことをしていくんですか、はい、まずはもちろんいろんな出店をしていくっていうところもそうなんですが。 えー、そうですねもっと販売していくためにだから私はここにチャレンジさせていただいている本当に命がけで、まあ、令和の虎でオールになりたい、まあ、そこはあの虎の方々の影響力をお借りしながら発信していくそういったところが諦められないのでリベンジに来させていただいていてますだけどこの金額は箱代なんですよね、はい、箱,箱を作るための パッケージです,ですよね箱だけではないんですがはい、全体的なパッケージになりますそうするといろんなところに告知していくっていうのがまあ皆さんの影響もすごいあると思うんですけど、はい、広告打ったりとか、はい、お金がまたもともとかかると思うんですね、はいはい、で、さっきのえっ、ー、とイベント百貨店とかに出ている数字を聞いているとどうでしょうねまだまだ遠いんじゃないかなっていう気がしてます、はい、そこら辺はどうですか、はい そこの部分は本当にアナ社長のおっしゃる通りだと思います。私の力不足の部分たくさんあります。ですから、その鈴木社長のま影響力というものもプラスエッセンスとしてお借りしたいなというところがあります。鈴木さん、なんか援護射撃をはい、<laughs> <laughs> 百貨店の催事に関してなんですけど、あのー、やっぱり出した。1年目ってなかなか売れない。苦戦するっていうのが結構。 多くてこう出し続けるのが結構大事だったりするんですね。で毎回出してるとそのファンになってくれた人が次も買いに来てくれたりっていうリピートのお客さんを掴んでいくっていうのが結構大事でで売り上げだけでいくと今すぐにすごい上がるっていうものではないんですけどもまず僕が最初「あの令和の虎」を見てで 前編を見た時にこのお菓子ちょっと面白いなって思ったんですねその中で僕のこのキャビアとシナジーがあるなと思ったので連絡を取ったんですねでそれで伊藤さんの方にこういう J リースイーツ作るんであれば真珠を使うよりもキャビアを使ってまあキャビアってあの食べるダイヤって言われるあえっ、ー、と黒いダイヤって言われるぐらいやっぱりあの宝石に近いようなことを言われたりするので まあそういう意味合いもあって、えっ、ー、と、連絡を取らせてもらったんですけども、で、連絡を取らせてもらって、このお菓子作ろうっていう時に、まず僕がキャビア樹を送ったんですね。で、それで出来上がったものを、わざわざシーバまで来て、で、あの、シーバ村ってすごい山の中なんですね、宮崎県の。そこまで来て、で、養殖場を見て、あ、こういうふうにして作ったんですねっていうところを見て、その上でこのお菓子をもう一回練り直そうっていうので、あの、いろいろ ねってやってくれたたところを見た時にあのやっぱりすすごい行動力があるなと僕は思ったんですねそれもあのすごい間が空いてじゃなくてこう連絡やり取りしながら1週間2週間の間にこっちに来てやるっていうところがちょっと僕は本気度を感じまして、えー、と最初のプランではやっぱりネットで販売をするっていうところだったので僕はかなりあのネットでの販売って マーケティングすごい、もうプロの方々がたくさんお菓子売られてるので。あの上位に上がっていくのは難しいんじゃないのかなと思ったんですけど。地道に、こう百貨店とかの催事に。ずっと出続けて、やっていけるっていうことであれば。僕は、じわじわ浸透して売れてくるお菓子になるんじゃないかなと思ったんですね。ちょっと,と長、長くないですか。ごめんなさい。はい。さすがに。主役は伊藤さんですよ、ねあ。はい。すみません。まあけど、その伊藤さんの人柄とかは、今のお話で。 す伝わってきたんですけどこれ一個腑に落ちないのがあの、まあ、先は主催からの質問で、はいまあ、宝石店の方は儲かってるみたいなで儲かっているんであれば、まあ、前回志願理由に書いていらっしゃるデジタル多ーで残ってしまったとかも書かれていらっしゃるんで、はいはい、今回またそれになる可能性もあるわけじゃないですか。はいまあ、それを、まあ、置いといて出てきた理由っていうのが本当は儲かってなかったり。 したたら僕たちもお金を出す甲斐があるというかね逆に助けてあげることにもなると思うんですけど、はい、儲かってるんやったらもう人柄で判断するしかないのかなって思っちゃうんですけど、はい、本当に儲かってますぶっちゃけてゃけあのそこはちゃんと腹割ってもらわないとわ、はいはい、かりましたはいはいは際あの利いは出てないです。うん、はい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 は 義理の父から受け継いいで代表取締役になっている、まあ、そこからまあコロナというところであったりとか、まあ、ジュエリーというのは嗜好品ですのでそういったところをどん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 販売していくであったりとか、まあ、そういったところは苦戦しているところですので、まあ、コロナ前よりももちろん売り上げっていうのは下がっています。 ですから、まあ、両方の側面でしっかり頑張っていきたいなって思っております儲かってないんで、はい、何とかしないといけないという思いで新しい商品を出して、はい、これからこれで、はいまあ、リベンジじゃないけど、はい、やっていきたいんだということです、はい、そうです、はい、なんでどういう取り決めなんんですかキャビア王国さんとはどういうい契約なんですか 売れたたらナンパよこすよみたいな、はい、鈴木さんやいやいや, <laughs> いや僕はキャビア塩っていうのがそもそもキャビアとして出荷できない、えー、要は潰れてるようなキャビアを乾燥させたものをあのキャビアに使ってる塩に混ぜ込んだものなんですね。もともとと 僕はどうしてもそのキャビアを廃棄したくないっていう思いがやっぱりあってそれを何かに使えないかなと思ったんですけど<あ>それつまりどういう契約なんですかあつまり、えっと、その塩を <laughs>、えっと、買っていただくっていう形の契約 <laughs> マジで塩味きついですね鴨さんいや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  <laughs> ちょちょっと長いんかもお話 <laughs> 申し訳ありません塩味っていうか辛味だけどね <laughs> あマジ、ま、なるほどだからその新商品作った時にえじゃこのさっきのじゃ2500円ってことは1個500円ぐらいですよね、はい、でそののうちの キャビアの塩はどんぐらいなんですか、はい、ぐらいあすごい安いあそうですねもともと廃棄できなく、はい、廃棄帰くしなくて済みよっていう思いで、はい、良心的な価格でそうです、はい、渡してるような、はいはい、じゃあこれ売れても全然キャビア城の売り上げ逆に鈴木さんが何も得しないぐらいですねまあ僕はあのー、やっぱりなんていうんですかねこの心意気といいますか <laughs> キャビアの宣伝みたいな 宣伝になななれればいいいかかっていう部分はあります、はい、僕なんかこれ最初なんか谷本さんがね話してたその100円とか200円のもう全然あるよっていうかなんならその安いスーパーとかでまとめて買ったら100円切っちゃうじゃないですかフィナンシェって。その500円のスペシャルなフィナンシェっていうのも見た目じゃ分かんないなんかこう目の前に袋抜きで出されてどれが500円のフィナンシェって言われたら多分いろんな色の出してきたら分かんないと思うんですよねこれね。なんか本当にこの商品これでいいんすかね 見た目をもっとその映えたりとかスペシャルなものにしなくていいんですかね伊藤さんの前の誕生月によって中のクリームの色とかが具材が変わるクッキーはすごい良かったんですよ映えててなんかこれ見た目あんまりキャビアって書いてあるけど映えないしなんか SNS でらいすいやキャビアって分かんない時点で、まあ、別にこれが食べたくてめっちゃ買う人って多分そんないないんですよ食べたら美味しいですけど、はい、だから なんかこう価値何なのかってあげた時に高級なものをもらったって思われたいから買うわけじゃないですか、はい、だから匂いがすごい分かりやすいものにするとか、はいうか分かりやすい価値にしないとちょっときついのかなと思いましたねだからキャビアって分かんないですからねで僕はキャビア王国じゃなくてトリフ王国さんみたいなとこと組んだほうがいいいのかなと思いました <laughs> これパッケージ代じゃなくて、はい、その商品自体の改善 とか、はい、そっちにも割り振るのは検討できますすはいもちろんできますりまりしたはい美味しいだけでは通用しない食品販売の難しさを突きつけられる志願者虎たちとの激論に再び苦戦を強いられる物語はいよいよ最終局面へ 火事代行はフィリピン人のピナイ詳しくは概要欄からだいぶ時間も経ちましたので、えー、伊藤さん、はい、最後に一言お願いします、はい、ラストステートメントです、はい、本日は、えー、こういったリベンジの機会をいただきましてモテキ社長はじめトラ、えー、の方々本当にありがとうございますと4月のナッシングになってから またこういった形でリベンジさせていただくといったところはなかなか想像もできていなかったんですがいろんな方の支えの中でここにまた立たせていただくことができました一回失敗してもチャレンジし続けることで何かが起きるそういうふうに私は思って使命を持って仕事を頑張っています虎の方々ぜひご支援の方よろしくお願いいたします はい、では、えー、壁側をお向きください。あ、お二人ともはい。はい、では虎、えー、の皆様、記入の方をお願いします。はい、では、えー、前をお向きください。 それではただいまより最終決断に入ります一枠株本社長よろしくお願いしますすみませんゼロですあのデパートで売れてないんでちょっと危ないかなとこのまま進むとなんかあんま強みがないですよねこれをやることのなのでできればそれこそ前回の見てないですけどご二千五千でしたっけの方をもっとどう売るかっていうのを付け詰めた方がなんかいいような気がしましたはい ありがとうございますはい、では2枠、谷本社長、お願いします。えっと、表情もね、前回よりもあの、すごく改善されていらっしゃって、まあ、実は儲かってなかったよ、みたいなことも言っていただいたので、まあ、一旦私は、20万円でお願いします、はいはい。はい、谷本社長より20万円積まれました。では、3枠、アンナ社長、お願いします。 すごくですねあの勇気のある行動でもう一回あのチャレンジをされていたと思いますであとそうですねフィナンシェの形をあの宝石の形にできたらいいかななんて思いましたありがとうございますはい、えー、アンナ社長から50万出まして、えー、合計70万まで来ておりますでは4枠トモハッピーよろしくお願いします はい、100万円ですあのー、あえて厳しいこと言ったりもしたんですけども僕もともと伊藤さんのスイーツは好きで、まあ、特にあの季節ごとの誕生月ごとのクッキーですね好きでまあ今回一番良かったのは結構前回に比べたらはるか高いレベルで笑顔でやり続けられたんで。 ちゃんと振り返って自分を変えれる人なんだなっていうのが証明されてたんで、このビジネスもパッケージもその商品自体の見た目もいい方に変えていけるんじゃないかなって感じました。頑張ってください。ありがとうございます。はい。ではここで希望金額に達しましたので完全オールです。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ということで引き続き、小白岩井社長、はい、よろしくお願いします。僕も100万円。<お>ありがとうございます。 えーと伊藤さんでリベンジ版に出てきた志願者が7人目なんですけどそうですよねはい一番リベンジ版でした僕の中でははい、まあ、あれだけ叩かれてあれだけ悔しい思いをした人が勇気を振り絞ってここに座った時点でもう完全おルですよはいこれぞ僕はリベンジ版だと思いますありがとうございますねはい はい、おめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます、えー。ではですね、めでたくエクシードでした。はい。この中でまあマックスが100万になりますので、どなたからおいくらいただくかを選んでいただければと思いますが、もう一回ちょっとボードを出していただいてもよろしいですか。はい、すみません。計270万でおります。ニコ、うん、ちゃんマークついてるからトマハッピーから全額もらったり。<laughs> <laughs> あ 僕はうるさいすよフィナンシャの形をキャビアになぞらえて丸くしろとか言ってきますからね竹炭入れて黒くしろとかそういうの言ってきますから気をつけたほうがいいですたくさんのトラの方にぜひ関わっていただきたいそう思いますので均等というかですね均等にお願いできたらと思います均等割れない綺麗にやるんだったら35352010とかでもいいですよはいそのようにお願いいたしますでは谷本社長より10万円 アンナ社長より三十万円、あ、ごめんなさい、二十万円。で、えっと、もハッピーと岩井社長から三十五万円ずつということで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと口うるさいかもしれないですけど、やるからには成功してほしいんで。このキャビアフィナンシェ出す時は、おしぼりも黒の方が良かったなと思います。はい、お願いします。これ、これ、ごめん。四束出してあげて。あ、四束。はい。頑張ってください。えっと、二度と。 鈴木さんが出ないよう、ね、に。ありがとうございます。まに来たら大根さん。<laughs> <laughs> では鈴木さんから一言お願いします。はい、今日は本当にお時間いただきましてありがとうございました。えっと僕も今回僕が志願者じゃないということで話しすぎないようにしようと思ってたんですけど、<laughs> ちょっと長くなってしまってすみませんでした。でえっと僕は本当にこの伊藤さんの行動力、動く力がすごいなって思ったので。 あのぜひあのトラの皆さんにも関わっていただいてこのキャビアフィナンセ成功させれればと思いますのでよろしくお願いいたしますでは伊藤さんはい改めましてトラの方々本当にありがとうございますそして鈴木さん本当にありがとうございますと鈴木さんからご連絡をいただけなければこの会は本当になかったなと思っています本当にたくさんの方に支えていただいていると実感していますしっかり頑張ります よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。では最後に私からも、はい、ということで、えー、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。はい、あのリベンジ版の主催としても、はい、なんかすごく嬉しいですし、いすはい。またね次に続く方たちのいいお手本になったんじゃないかなと思います。はい、はい。まあ一番印象的だったのはあの後ろ向きくださいって言って皆さんが金額ボードを書いてる時に後ろ向きになりながら。 えー、伊藤さんがずっっと笑ってたんでそれを見てやっぱりこの方は多分やりきるんだろうなというか、はい、一度決めたらちゃんと人がね見てなかったですかね誰もそんなところでもやりきってる姿を見てすごく信用できる人だなと思ったんでぜひ鈴木さんと一緒に頑張ってください。はいはい、ありがとうございます、はい トラたちのサポートを求め再びタイガーファンディングの場に挑む志願者伊藤前回の悔しさをバネに挑んだ戦いは見事エクシード完全オールで終幕キャビアとフィナンシェ奇跡の組み合わせこの商品がいかなる未来を切り開くのか物語の行方は 続報を待てはいというわけで伊藤さん無事オールになりましたが、はいはい、大好評だったフィナンシェキャビアフィナンシェなんと虎の公園 EC サイトで1週間限定で売っちゃいます。あ <laughs> でねあの、まあ、皆さんにもたくさん食べていただきたいなと思うんですけど虎の公園 EC サイトならではの特典をちょっと、はい つけたいなと思ってるんですけど、ええ、こちらのフィナンシェプラス当店で。作らせていただいているお菓子を3。三つ、はい。なるほど。プラスで。プラスでプレゼントと、はいはい。プレゼントさせていただきたいと思います。はい、えっ、ー、と、キャビアフィナンシェがまず五個入りで千。税込み二千五百円。はい、それと送料ですね。送料で、はい、で、通常価格それのところ。三つオリジナルのお菓子をつけていただけると。はいはい、あ、これは届いてのお楽しみ。はい、届いてのお楽しみし。なるほど。ちょっと楽しみですね。はい。はい では、あのー、皆さんね、今日から一週間、虎の公園イーシサイトで販売しますので。ぜひ、ふるってお買い求めください。では、よろしくお願いします。お願いします。